環境じゃなかったら多分ほとんど生活が原始時代に戻ると。こんなに成長してる産業って他にないんじゃないかな。実はその半導体のデバイスの生産はですね、九州が日本の中では強くてですね、日本の 40% ぐらいが九州で作ってるような。 Google にもこの地域に注目していただいて、電気をいろいろ制御したりですね、計算したりするような部品になるんですけど、スマートフォンとかもそうだし、自動車なんかもですね、電気制御してる部分がかなりありますから、半導体なかったら多分ほとんど生活が原始時代に戻ると、なんかそんな感じになるんじゃないかなと思いますけどね、はい。本当に毎年ですね、10% ぐらいの成長している産業で、こんなに成長している産業って他にないんじゃないかなって思うぐらい成長しているっていうのが、まあ実は半導体の一番の魅力なんじゃないかなと思うんですよね。福岡県内にも400社ぐらいの企業があって、そういったところがないと半導体ができないんですよね。 Google にもこの地域に注目していただいて、その取り組みをどっちに進めていこうかっていう話になっているという、福岡にどんどん注目してもらって、で福岡と一緒に仕事するみたいな、今回のそのインターンシップでいろんなその領域のいろんな企業さんをぜひちょっとこう当たって見てもらって、自分の中で本当最適なものを見つけるのもいいですし、あ、こういう仕事もあるんだっていうのを理解していただいて仕事ついていただけると非常にいいんじゃないかなって思いますよね。ぜひこの半導体の業界にですね、ちょっとこう興味持っていただいて足踏み入れていただけると嬉しいなって思いますね。